中日ドラゴンズの井上二軍監督が名指しで明言、次の一軍昇格候補と最も成長している選手、井上監督が明言した選手について見ていきましょう。井上二軍監督が一軍昇格候補の選手として名前を挙げたのが中地投手です。3月から4月上旬に関しては2軍でもちょっと苦戦していた時期もありましたけれども、ここまで5戦連続でクオリティスタートを達成しています。そして5月19日の登板では 8.1 イニングを投げて12個の奪三振、自責点2の好投を見せました。井上2軍監督も、もし1軍にという話があればおすすめできる内容ということですね、この投球について絶賛しています。井上監督から立浪監督の方に推薦があって1軍昇格という流れが、まあ、これまでも何度もありましたから、まあ、そういった流れ中地投手が歩んでいけるんじゃないかというところまで来ています。ここまでのトータルの成績を見ると、8試合の登板で3勝2敗、防御率が 3.23、 47.1 イニングで四死球11個、奪三振が49個という成績になっています。先発ピッチャーながらもイニングを上回る奪三振奪うことができていますし、なおかつフォアボールの数も47イニングに対して11個ですから、安定した投球っていうのが続いています。2軍での位置づけを見ますと、根尾投手なのか中地投手なのか、まあ、どっちが次に先発で上がってくるかなっていう感じだったんですけれども、根尾投手は敗戦処理枠、ロングリリーフ枠での1軍昇格が、まあ、先行したということでですね、まあ、現在の2軍の先発投手陣の中で1軍昇格が最も近いのは中地投手というような状況になってきました。もちろんメヒア投手なんかは1軍に上がってくるでしょうし、もうすでに1軍で投げているので別枠というふうに考えて、まあ、ここから、まあ、初めて今年1軍上がってくると、まあ、そういったところで考えるとやっぱり中地投手ですね。上田投手なんかは、まあ、昨年もそうですけれども、なかなかこう先発ピッチャーとして、まあ、思うように成長していかないというような状況になってしまっていますね。結局昨年から新しい若い先発ピッチャーがこうローテーションを争うっていうところが、まあ、なかなかできていないっていうのが現状の中日の、まあ、ちょっとウィークポイントになっていますので、やっぱり中地投手にはなんとか出てきてほしいところですね。交流戦が始まると6連戦なんかも結構続いていきますので、このタイミングで中地投手上がってくるんじゃないかなと思いますね。5月19日に投げていて、まあ、8.1 イニング投げていますので、まあ、少し間隔を空けてということで交流戦からになっていく可能性もあるのかなというふうに見ています。では続いて井上二軍監督が語る2軍で最も成長した選手、こちらについて見ていきたいと思います。2軍で最も成長したと名前を挙げたのが松木平投手ですね。2軍でのここまでの成績、8試合の登板で防御率が 1.68、4勝2敗、53.2 イニングで四死球16個、クオリティスタート率が驚異の 100% という成績になっています。まあ、昨年もそうですけれども、まあ、ちょっとこう良くなってきた感じはあった一方で、まあ、ちょっと安定感というところが欠けていて、いい時と悪い時っていうのがちょっとはっきりしているという課題があったんですけれども、今年はクオリティスタート率 100% という数字が表す通り、抜群の安定感というのを見せています。これまでも立浪監督含め、まあ、首脳陣の方々から、まあ、何度かこの松木平投手の支配下昇格っていうところは言及があったんですけれども、まあ、結局高卒4年目の現在に至るまでまだ支配下に上がることはできていない、まあ、そんな中での、まあ、崖っぷちの中での猛アピールということになっています。まあ、井上監督も成長を感じる選手は誰ですかというような質問に対して、最も先にこの松木平投手の名前を挙げていました。キャンプからファームの先発ローテを守り抜いて、しっかりイニングを投げて最多勝を取れというふうに言っていると、これだけの数字を残しましたというのがあれば道が開けていくと思う、まあ、つまり試合か昇格、一軍昇格っていうのが、まあ、見えてくるという話になっていますね。まあ、正直一軍の先発ローテーションの感じを見ていたりだとか、また松木平投手のここまでの投球なんかを見ていると、すぐにでも試合か昇格させて、そして1軍で先発ピッチャーとして投げさせてもいいんじゃないかと、まあ、そんな風にも見えます。まあ、ただチームの方針としては、このしっかり投げ抜いて最多勝をまず2軍で取れと言っていると、まあ、こういったコメントがキャンプからこうずっと出ていると、まあ、そんな話もありますので、まあ、今年は1軍でどうこうっていうところよりも、まずは2軍で1年間を通してしっかりと活躍できるか、まあ、ここを見極めてからの支配下昇格っていう流れになっていくのかなっていうのが、まあ、こうしたコメントから読み取れます。
ただ正直なところ育成で入団した小田選手とロドリゲス選手が、まあ、1年も経験することなく開幕の前にすぐに試合下昇格になったというところを見ますと、まあ、松木浦投手がこれだけ成績を残していて、まあ、過去にもこうある程度試合下昇格のアピールをしてきたというところにもかかわらずこれだけまあ高いハードルが用意されているっていうのは、まあ、ちょっと厳しいなっていう印象もあります。現状68人の試合下登録選手がいて、まあ、上がれるのが最大でも残り2名、まあ、余分な枠っていうのを考えると残り1名ぐらいかなっていうのが現状なんですけれども、ここ松木浦投手が7月の末の締め切りまでに上がってこれるのか、それとももう少し様子を見るのか、ここは注目のポイントですね。では続いてもう一人ですね、井上二軍監督が成長している選手として名前を挙げた選手、こちらについても見ていきましょう。井上二軍監督、山浅選手の成長にも言及しています。高卒1年目の昨年は2軍でも打率1割6分クリーンにとどまりました。メンバーの関係で高卒1年目ながらも1軍キャンプスタートということで昨年は大注目されて、まあ、その中でもアピールを見せてかなりこうファンからの期待っていうのも大きくなったんですけれども、やっぱり2軍でもこれだけの数値ということですね、まあ、かなりこうプロの壁が高いっていう印象ですよね。そして今年もここまで22試合の出場で1割8分8厘、出塁率は3割1分6厘と、まあ、少し出塁率に関してはいい数値は残っているものの、まあ、やっぱりバッティングは相当苦しんでいます。ここまで今年長打は1本も出ていません、まあ、一方ですね、打撃で苦しんではいますけれども盗塁阻止率としては4割を超えていて、まあ、この数字っていうのは石橋選手を上回っていると、やっぱり山浅選手のスローイングっていうのはかなりいいものがあります。井上二軍監督もこの成長した選手として松木浦選手の次に名前を挙げていて、今年いきなりというわけにはいかないけれども将来の正捕手になるぐらいの形に育てなければいけないというコメントしています。やっぱり売りの守備っていうのはもちろん、まあ、スローイングなんかもすでにいい成績残っているというところで、まあ、このあたりをアピールしていくっていうのはもちろんなんですけれども、まあ、とはいえやっぱりキャッチャーとはいえ最低限戦える、まあ、1軍でも、まあ、最低打率2割は超えるぐらいの打力っていうところを、まあ、磨いていかなければいけないということで、まあ、2軍で2割5分ぐらいの成績っていうのをまずは目指してほしいなというふうに期待しています。まあ、そしてキャッチャーとしてのこう総合的な力っていうところを井上二軍監督が評価してこの山浅選手の名前を挙げているわけなんですけれども、まあ、一方宮選手、高卒3年目のキャッチャーですけれども、1年目は打率0割台だった、2軍で0割台だったところから2年目2割2分7厘と上げて、まあ、今年は2割後半、まあ、少ない打席数ですけれども2割後半の打率を残しているということで、この宮選手はバッティング含めてこう注目していきたい選手ですね。ここからもう数年して石橋選手と山浅選手、まあ、このあたりの2人っていうのが正捕手争いをしてくるという新しい時代っていうのにも入ってくると思います。現状の打撃成績だけを見ればやっぱり石橋選手の方が圧倒的に打力があるので、まあ、正捕手に近いという感じにはなっていますけれども、中日は伝統的に守り勝つ野球を掲げているチームというところになりますので、山浅選手ももう少しバッティングが上がってきて、まあ、守備の総合力というところも上がってくると正捕手争いというところにも加われるのかなというふうに期待したいと思います。以上です。